はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日も、ワンフォールさん対ユートピアさんの、イベント対戦からタウンホール12のねアタックを見ていきたいと思うんですけども、今回はねコウモリ、これにちょっとね着目したいなというふうに思います。でコウモリってね弱体化はしましたけども、やっぱねまだ使い方によっては結構強いなと私思っていて、それがねこれなんですよ。コウモリ7スプラス0時で主要なねこう対空施設、対空砲やマル、シングル IT、 あと、こういうイーグル砲ですね、こいつらを追っていって、でこのあとねドラバルで攻めていくっていうこの方法です。これね結構星2をきっちり狙いながら全開まで取れる。でコウモリ戦術の中ではかなり今安定度の方が高くて結果も出る戦術かなっていうふうに思いますね。でコウモリの仕事っていうのは、今言ったようにねこれ、対空施設 と、シングル IT、 あと、イーグル砲っていう、まあ、ドラバルのね天敵になりそうな施設を追っていく、これがまず1点目。で2点目はサイドカットです。これねドラバル見てもらって分かる通り、こうダマになってまっすぐ進んでますよね。これをやるためにきっちりねこのコウモリパートで、それてしまいがちな方向っていうのをカットしておきます。で今ね、ユートピアのレウさんの攻撃なんですが、レウさんこれ、残ったねこの辺の施設っていうのをババキンとか、あと、アーチャークイーンでカットしていってましたよね。でこれも非常に重要です。まずはコウモリでカットはするんですが、どうしてもね残っちゃう施設っていうのは、まあ、例えばそもそも防衛施設じゃない場合、あとはまあ、防衛施設なんだけどもこの壁際にあって残っちゃうっていうものはアチャクイや、バーバリアンキングできっちりこれはねカットしていくべきですね。それができるとこういう風にドラバルが、ね、ちょっと今もう最後散りかけてますけども、まあ、そのギガテスラに、ね、到達するこの辺まではきっちりとねダマになって進んできましたんで、グランドウォーデンの、エナジーサークルの効果もかかってるし、トームの効果もねきっちりかかる。でもっていったレイジの効果もしっかりかかるということで、一気に破壊率が伸びますので全開まで届くということですね。これは本当に覚えておいた方がいいテクニックで、もしもねサイドカットが、今の、コウモリプラス、アーチャークイーンでできそうにないなという場合には、ドラゴンを減らしてもいいからビビドラを持っていくとかねして、サイドカットを確実にやれるような、準備をして相手に臨むべきです。でそれができさえすれば、今からもう一回全開取った後の、その画面でね編成を見てもらいたいんですが、これをねまずこれからコウモリ始めたいと思う方は、テンプレ編成っていう風に考えてやってみてもいいと思います。本当にこれ安定する編成だと思いますんで。で、呪文はね0時2個プラス、コウモリ7つで、フリーズ2個でドラゴン11の手持ちのバルーンが12で、ロックボマーの中にバルーンという形ですね。で使い方っていうのはもう一回ちょっと、早送りで振り返っていきますけども、デイジの上に、コウモリを一気に出す。で出していって、で、カットをまずしてからの、ババキンとアチャクイで、サイドカットプラス残ったこういうね対空施設が狙える場合にはこれを確実に折っていくと。で、折り終わってそれないルートができたらドラバルを一気に展開してロックボマーも混ぜて、ソラパートに、設定したグランドウォーデンを後ろにつけて回していくと。で残った1個のレイジはギガテスラを折るのに必ず使ってください。これギガテスラね残っちゃうと一気にバルーンとか落とされますんで。でトームに関しては今ねピカッて光った瞬間ギガテスラ折れてましたよね。このねギガテスラの爆弾ダメージの回避にこれは絶対に使ってください。なんでかっていうと、この攻め方する場合だいたいね、まあ、今回ちょっと違ったかもしれませんがバルーンがねギガテスラを折るんですよ。で折ってくれるんですけど、そのまんまギガテスラの爆弾で全部やられちゃうと、もう一気にねこれも全開は望めなくなって星に止まりになっちゃいますんで、この攻め方をすると大抵はねドラバルはギガテスラまで結構な数が残りますんで、トームは最後のギガテスラの爆発まで我慢する、これを覚えておいてください。まずこれが今の編成の基本的な攻め方です。さてというところでね、皆さん気になるのはじゃあどういう風にねコウモリって使っていけるの、まあ、今の配置がたまたま良かったんじゃないのって思うと思うんで、ちょっとその辺を見ていきたいという風に思います。これで私がユートピアさんのジンベイさん攻めさせていただいたんですけども、狙いはここですね。
ここにコウモリを落としていって対空砲2本プラスイーグルプラス、このシングル IT を追っていきたい。なんですけどコウモリの天敵はウィズ島とマルチ IT です。なんでこれをね先にアチャクイ出してこうサイドカットも兼ねて追っていこうと思ったんですが、まさかのババキン釣りやっちゃって、でちょっとね折れませんでした。で仕方ないからバーッとコウモリを入れていくんですけども、今度は、まあ、これは余談ですが、テスラが出てくると。でこっちのねウィズ島のターゲットはこれベビドロで取っていこうとしたんですが、ちょっとベビドロ出すの遅かったですね。なんで来たコウモリがみんなウィズにこう焼かれてしまって、まあ、ギリギリねシングル IT までは折れたものの、全然狙った施設がこう残っちゃいましたよね。ここまで持っていくつもりだったんで私。そうすると、まあ、この後のね、ドラゴンプラスバルーンパートっていうのは結構伸びが悪くなりますね。悪くなってしまって、まあ、結果煮干しで終わってしまったと、まあ、いうところですね。見ての通りさっきのねレグさんと違ってみんなユニットが結構広がっちゃってますよね。広がっちゃってるんで、ここのね中心に入ったバルーン部隊っていうのも、まあ、なかなか前に進んでくれなくて、たまらずちょっと早めにねトウモを撃っちゃったがために、落下じゃないわ、ギガテスラの爆破ダメージで全部やられちゃうと。で最後はもうしりじりになったドラゴンがこうシングル IT に焼かれていくということですね。やっぱこのイーグルとかね対空砲まで削れるかどうかだけでも結構違ったと思いますね。いややっぱりね最初のこのコウモリパート非常に重要です。これが決まってくれると結構ね広くカットできるんでだいぶ伸びが変わってくるんですけど、今みたいなパターンっていうのは失敗です。天敵をしっかり処理できなかったということですね。であともう一個レウスさんが攻めてる攻め方で見てもらいたいんですけども、どこだっけなレウスさん、これですね、相手のムックさんに攻めてらっしゃるんですが、これここのあたりって怖い、今言った天敵施設が2個ありますけど、これフリーズで固められますよね。なんでこいつを固めて一気にコウモリで突破しようという考えです。なおかつその保険じゃないですけども、このアチャクイババキンとねアチャクイをここから出した理由は、このアチャクイであわよくばねこいつら折ってっちゃおうっていう考えですね。でアチャクイが向かっていくんですが、まあ相手のアチャクイとね対空砲1本は折れたものの、ちょっとこっちまで届かなさそうなんで、これコウモリを撃って一気にフリーズで固めたんですが、これ見てください、ウィズ島が残っちゃったんで思うようにコウモリが、破壊が進みませんでしたね。でそうこうしてるうちにマルチ IT がフリーズの効果から溶けちゃったんで、今ねこれ等倍速で見てもこの勢いでコウモリ減っていくんですよ。これはさすがにねもう太刀打ちができませんね。なんでやっぱり天敵を残しちゃうとこういう風にコウモリがね一気にその破壊できずにフリーズ解けた瞬間とかにその天敵施設にやられてしまうという結果になるので、これはねぜひこのコウモリ戦術を使う場合には本当に注意しておくべきだというふうに思います。必ずね天敵施設はフリーズで固めている間に一気に壊すか、ないしはコウモリを使う前にアチャクイとかをね使ってきっちり折ってからコウモリを持っていく、まあ、ないしはまあウィズ島とかだったらね隅っこにある場合には、まあ、ジャイとかホグとか、ね、私みたいにベビドラで、それを、タゲ取ってしまうっていう手もあるんですけども、まあ、やっぱりねリスクはいずれにせよありますので、そこをね、ヘッジしながら、まあ、リスクを回避、ね、しながら、それでもコウモリを使っていくんだったら使っていくというね選択をよく考えた方がいいかなと思います。で逆にねさっきのレウスさんの一発目みたいに、ああいうなんていうのかなリスクヘッジをしなくてもコウモリを使えるっていう場合には、本当にこの編成今見てもらってるこの編成が刺さりますんで、ぜひねタウンホール12で、コウモリ使ってみたいなっていう方、もしかしたら11もいけるのかもしれませんが、ぜひねこのテンプレ編成とあと、使い方っていうのをよく覚えておいてもらいたいというふうに思います。はい、というところで、本日は、失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後も継続的なご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。